どうも、さきひろです。まです。 UFO キャッチャーの中にある食材で料理してみた。中身が選べると。選べます。僕が今からスーパーに行って中身の食材を適当にこういろんなやつ選んでいきます。で、コウが調理する。自由に作りたいものを取れる。そうだね。で、もちろん取れなかったらそれは使えないし、ということでスーパーに買い出し行っていきたいと思います。はい、ということでね、今から UFO キャッチャーをカスタムしていきたいと思うわけですけども、1回100円で1000円使って食材を決めてもらいたいと思います。だからそれだけで料理作る。はい、そしてネギね。今のところ何でもいけるわ、これ。はい、そしてこちら大根。牛肉が4割引きだったから 40% オフ。51しかないよ。結構何でもいけそうな気がするな。何でもいける、うん、そしてまたね、これも欠かせないでしょう、もやし。はい、そしてこちらレタス。キャベツか。 UFO キャッチャーでこの景品にするっていう点で難しかったのは重さ、うん、やっぱりさ、あんま重たいと救えないじゃん、うん、でも今この子ね、最強設定になってますね。はい、そしてこのなんだこれ。こっちがあの皿になってるアームなのよ。これ指のところが広くなってるからすくいやすい。こっちが細くなってるから、こういう丸くなってないとダメなの。なんか取っ手がないとすくえないみたいな。いけそうな気するけどな、最強設定だったら。あー、まあ、このキャベツにグサッとかいってガガガガガッて持ってくる。そっち。はい、そして次ですね、じゃがいもがあります。なんだろうな、なかなかできたな。俺も別にこれを作ってほしいと思って買ってきてるわけじゃない。何も分かんないから適当に買ってきます。主菜となってきます。はい、パスタですね。いいんじゃない、トマト。待て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 、それこそお前スキュッて言って途中で止められる機能もあるから。はい、そして最後ですね、持ってきたのがこちら、バーモントカレー。 UFO キャッチャーにさ、食材入れるのってなかなか無理じゃん。無理がある。だから実現されてないけど、世の中の主婦の人たちがこれで今日の晩飯決めてたらそれはそれで嫌だけど。それゲーセン行って、うん、もうめっちゃ面白い。もうほぼ決まっちゃってるよね、これ。だってカレー作れって言ってるもんだから。いや、パスタも作れるようにしといたよ、ほら。じゃあこれで食材揃ったということで締めます。ペペロンチーノとかになりそうな気がするんだけど、うん、オリーブオイルとかないからさ。カルボナーラは、カルボナーラの卵ないから。油ないとね。そう、卵をね、クッションあるとはいえそうだよな、なかなか保証がなかったの。UFO キャッチャーでは不可能。バーモンドカレーやな、やっぱな。バーモンドカレーお願いします。はい、止めろよ、下な。オッケー。さあ、どうや。おじゃけん入ったら多分見ちゃう、今のいけちゃうと思う。カチン素晴らしい。見たことないパワーでキャッチャーで。オッケールー獲得ということで。今日はカレーだね、まあ、欲張ったら裏面出るぞ。あ、後ろの髪だ。バーモンド進ければ奥まで行けた。だから行き過ぎたってことやね。ちょ、え、これ多分さ、奥のやつ取れんわ。店員さん呼んでいい？鍵、鍵、あれ鍵は？いいよ。鍵は？これ前ね。前ね。いいよ。水と米は、特別に使っていくことにします。君カレー行きたいんでしょ？カレー行きたい。じゃあカレーにできるように頑張って取って。こっちのウインナー行くわ。え、その肉はいけるの？どっちにしても肉は入れてよ。俺肉食いたいわ。俺があれやろう。また使わなかんねやろ。あ、うまい。よし、来た。オッケー、ウィンナーゲット。やっぱこれあと7回。取れるものは限られてます。多分下まで行ったらガクってなんじゃない。まあ、緩衝材これ。やべ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 、緩衝材。おい、勇気したんだけど自分が。やべやべやべ。あ、でも最強設定やったらこれ。おー、この光景が UFO キャッチャーであるのか。キャッチする。玉ねぎちょっと重たいからね。どうだろう。あ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、すごい、お、いいんだ、すごい完璧、理想すぎる。この玉ねぎ、あと4回です。溶きやすくなった、溶きやすくなった。ここな、ここな、うまい。これだとね、ダイだ俺、神の手。あ、これまずいかも。お、やめろやめろ。お、何やってる。お、あかんあかん、お前、お前それだけはあかんやろ。お、あかんやろ、お前。それじゃないでしょ、絶対に。それいけそう、大丈夫これ。いや、いけそうな気もする。やべやべ。あー、これミスったね。おっ、おーい、すごいじゃん。何今のトリックプレーは。いやー、見えんかったね。お肉ゲット、あと1回です。いや、肉取れたのでかい。ありがとう。頼むラストよ。頼む。これいけるのこれ。え、違くない、止めるところ。お疲れ様で。野菜ゼロじゃん。これいらんやろ絶対。こんだけでも。
できましたー。すごい。ちょっと待って、普通にカレーできとるやん。それはできますよ。あ、ウインナーのいい香り。カレーちゃんとね作りましたよ。それじゃあいただきまーす。いただきまーす。うまっ。うめえな。何も食べてなくて今4時だもん。そりゃ美味しいよ。ということでご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちらからサンタクロースチャレンジということでプレゼント企画をやってるので、ぜひ24日まで応募してください。たくさんのご応募お待ちしております。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は上のアイコンからよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。